井本健太郎は、熊本県熊本市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。熊本市立秋田中学校の3年生だった2005年に、井出楽居が同市内に開校した、野球スクールプロフェッショナルベースボールアカデミーへ、1期生として入校した。鎮西高校への進学後は、1年生の夏から、保守としてスタメンに起用。1年生の秋から、を務めながら、 クリーンナップの一角を担った。3年生だった2008年には、立岡総一郎などと強打のチームを形成したが、春の県大会準決勝で、熊本国府高校に敗退。夏の県大会でも、準々決勝で、最最高高校に敗れたため、春夏ともに、甲子園球場での全国大会へ出場できなかった。2008年の NPB 育成ドラフト会議で、 福岡ソフトバンクホークスから4巡目で指名。育成選手として入団した。なお、入団時のポジションは、保守で、背番号は125。千葉ロッテマリーンズ時代2016年12月2日に、ロッテが、井野本、柴田、三谷の入団テスト合格を発表。同月12日には、井野本が同球団との間で1年契約を結んだ。背番号は70。 しかし、10月3日に、球団から自身2度目の戦力外通告を受けたことを機に、現役を引退。2017年12月27日に、ソフトバンク球団が、井本を二軍ブルペン保守として復帰させることを発表した。高校時代は、通算31本塁打を記録。両翼99メートルの熊本県、藤崎大球場で3本の場外本塁打3本を、 放ったほどの超打力を評価されてソフトバンクへの入団に至った。入団後もウエスタンリーグ公式戦で2014年までの6年間に19.1打数に1本のペースで本塁打を放っていた。高校時代は遠投105メートルと肩も強かった。守備では2010年まで星としてウエスタンリーグ公式戦に出場。 2011年から一塁種にも起用されると2012年以降は主に一塁を守った。2012年と2013年には左翼種として通算8試合出場している。ちなみにホークス時代の一軍公式戦では守備につく機会がなかった。イデラッキョが開校したプロフェッショナルベースボールアカデミー発のプロ野球選手である。高倉健のファンで ソフトバンク時代の登場曲には高倉の歌唱による投資士ボタンや男ならを用いていた。ロッテへの入団後は演歌を流していたら関東の人が違和感を持つかもしれないという理由で登場曲を湘南の風のビッグアップに変更した。明るい性格の持ち主でソフトバンクから戦力外通告を受けた直後の取材にもこれはヤフーニュースに載りますか 最後なんで、乗せてくださいよという言葉で応じていた。ありがとうございます。